ねえ、聞いてよマリサ。私、国を作ろうと思うの。どうしたんだ、急に。いや、私ね、日本はこのままじゃダメだと思うの。狭い国土、広がる格差、増える、わかめ。なんか食品が入ってるぞ。人間が人間に生まれた以上、すべての国民が平等な生活を送るべきだと思うのよ。革命家のようなことを言っているな。でもな、霊夢。世界の中には平等の実現を目標に掲げたものの、結果、国民ほぼ全員が貧困状態に陥ってしまった国が存在するんだ。あら、そうなのね。でも、いつの時代の話かしら？いや、実はな、それが現代の話なんだ。現代に？ああ、その国というのが、遠くて近い国こと北朝鮮。正式名称、朝鮮民主主義人民共和国だぜ。あの電話機みたいな頭の総書記は知っているけど、消されるぞ。国の内情はそんなに悲惨なものなの？ああ、徹底した情報統制から、日本にそういった情報はあまり伝わってこないがな。そうなのね、どんな生活を送っているか気になるわ。よし、それじゃあ今日は、北朝鮮国民の一日ルーティーンと称して、世界の中でも異質な旧態依然の独裁体制が続く、北朝鮮に住む人々の日常生活を紹介するぜ。まずは朝だな。東から昇る朝日は一日の始まりだが、北朝鮮に住む人々にとっては就労開始の合図だ。あら、かなり早いのね。ああ、場所によっては5時には就業開始だぜ。厳しい野球部みたいだわ。でも、北朝鮮の人たちはどこで働いているの？ああ、北朝鮮は共産主義体制でな。経済や企業は国が管理しているんだ。共産主義って何？会社だったり工場なんかの主要な生産手段の所有管理運営を全て国が担ったんだ。なるほど。こうすることで、人間による人間の搾取を廃止して社会から貧困をなくすことを目指したんだ。さらに利益を求めるよりも、人間としての成長を目的にした考えだ。めちゃくちゃいい考え方じゃない。昔のソビエト連邦なんかも同じ主義だった。ソ連がロシアになったってことは、この主義はあまり良くないのかもね。ああ。そして国民のうち、健康な成人は、集団農場、工場や建設現場などに動員されるんだ。なるほど。でも3つとは選択肢が少ないわね。霊夢、残念だがこれらは選択肢ではないんだ。え？どういうこと？北朝鮮の国民に、労働場所の選択の権利はない。国から決められた場所で働く必要があるんだぜ。そんな、じゃあ工場で働きたいと言っても、農場や建設現場で働かされる可能性があるぜ。日本では当たり前なことも北朝鮮では許されていないということね。ああ、そうだ。日本では憲法で職業選択の自由が保障されているが、北朝鮮では望んだわけでもない職場で、早朝から機械のように働く必要性があるんだ。労働環境としては最悪だな。選んでついた仕事でさえ大変なのに、こうなると労働意欲も何もあったもんじゃないわね。ああ、実際、北朝鮮の労働者の能率は非常に低い。だからこそこんな早朝からの就業になるんだろうな。それでまた能率が下がる。と負のスパイラルね。ああ、そうだな。そして朝を終えたら、次は昼だ。昼には会社から食事が与えられる。ようやく楽しい昼ご飯の時間ね。もりもり食べて、精をつけないと。しかし、北朝鮮ではそういうわけにもいかないんだ。え？午後の仕事を前にして、出される昼食は簡素なもの。というのも、北朝鮮はその生産性の低さや、亜寒帯に気候区分に属する寒さなどもあって、慢性的に食料が不足しているんだ。つまり、そんな、朝から働いたのに、この申し訳程度の食事で午後を乗り切るしかないぜ。私だったら、倒れちゃうわ。しかも午前中に仕事のノルマを達成していないと、懲罰として、この食事すら抜かれることがあるぜ。そんな、やめてあげて。私だったら、逃げ出しちゃうわ。労働者がこの食事量だ。子供などの非労働者の食事はもっと悲惨だぜ。子供を持つ親は国からの配給や、市場で購入することによって、食料を確保する。戦時中の日本みたいな感じね。ああ、ただ国からの配給はもちろん十分な量ではない。なんなら停止することさえある。停止？どうするのよ。そんな時には、市場に出回る食品の物価も跳ね上がる。よって彼らは、常に飢えた状態で苦しむことになるんだぜ。そんな、未来ある子供たちが、常にお腹を空かせているということ？ああ、そういうことだな。だから北朝鮮において、お腹を空かせた子供たちが、川やゴミ捨て場に食べられるものを拾いに行くのは、ある種の日常風景となっているんだ。そんな日常風景嫌だわ。親や近所の住民も、もはや誰も彼らを止めようとはしない。止めたところで彼らが空腹なのは変わらないしな。でもゴミ捨て場に落ちてるものなんて食べたら、ああ、病気にかかることだってあるぜ。やっぱり、でも食料が不足している北朝鮮だ。もちろん、薬などの類のものはさらに不足している。日本では一般的で誰でも買えるような薬も、北朝鮮では一般市民に手が出せない高級品なんだぜ。じゃあ、我が子が病気にかかったらどうするの？ああ、残念だが、弱りゆく子供をただ見ているしかないぜ。そんな、それでも子供たちはゴミ捨て場に行く。それほどに北朝鮮の食料不足は深刻なんだ。そこまでとは知らなかったわ。
そして午後、不足した昼食を終えて、労働者たちは、空腹のまま持ち場に戻るぜ。作業効率はさらに下がるわね。ああ、それに加えて朝早くから就労した労働者には、激しい眠気や疲れが襲う。それによって、作業効率はますます下がる。すると待っているのは、上層部からの懲罰だ。おのれ上層部。霊夢がそう思うのも無理はないがな。この上層部も上層部で特権階級というわけではないんだぜ。あら、そうなの？ああ、彼ら上層部にも、また上の人物が存在し、その人物にもまた上が存在する。共産主義国家だからな。すべての中枢は政府にある。だから彼ら上層部にもノルマが存在してな。それを達成しなければ懲罰が存在するんだ。それで労働者を無理に働かせてでも、ノルマを達成させようと躍起になるのね。ああ、そうだぜ。何度も言っているけど、完全に負のスパイラルに陥っているわね。ああ、そうだな。加えて、労働者の中でも、この眠気や疲れが致命的なのは炭鉱の労働者だ。北朝鮮の工業の中でも、石炭の掘削は、自国の一次エネルギーとしての利用や、海外への輸出品として非常に重要な産業だ。北朝鮮のエネルギーの中心は、未だに石油ではなく石炭なのね。ああ、そしてこの炭鉱というのは、非常に危険が伴う環境でな。一瞬の気の緩みが命取りとなるんだぜ。ということは、まさか、ああ、炭鉱労働者は疲れや眠気で、集中力も何もあったもんじゃない。詳しい数は把握されていないが、北朝鮮の炭鉱では、落盤事故や爆発事故により、多くの怪我人や死者が発生しているとのことだぜ。公表されていない悲惨な事故も多数あるでしょうね。ああ、そうだな。それに加えて深刻なのは、死亡事故により残された、家族の問題だ。日本であれば遺族年金などでカバーされる部分ではあるが、北朝鮮では、そういった保障がなされることは基本ない。それは事故による後遺症でも同じだ。そんな、仕事中の事故なのに、ただでさえ貧困なのに、仕事まで辞めたらもう、ああ、末路はあまりに悲惨なものだな。そして最後に紹介するのは夜だ。労働者はようやくここで労働から解放される。労働時間は平均12時間。長ければ16時間だ。きつい。日本なら労働基準法違反ね。ああ、完全にな。彼らは自宅に戻り、硬いベッドに身を沈める。一日を思い返しても、頭に浮かぶのは労働の苦しみだけだ。でもようやく休息の時間がやってくるのね。そう思うだろう？え？実は一部の労働者はこの時間すら苦痛なんだ。どうして？眠るだけでしょう？さっき言ったように、北朝鮮における労働は、力仕事の性質が強い。炭鉱や工場よね？ああ、炭鉱や工事現場は言わずもがな、工場も一日立ち仕事だ。無理な体制を続けることにより、ひどい腰痛、骨や関節に後遺症を持つ人も多いんだ。なるほど、それで眠る時も。ああ、体には鈍い痛みが走ったままだ。前述の通り、保証もないから、無論医者は自費だしな。そして医者に行けるようなお金もない。と、まあ、そういうことだな。そして国民全員に襲うのが、空腹と強烈な寒さだ。空腹と寒さ？ああ、この動画の中盤でも説明したが、北朝鮮は慢性的な食料不足に悩んでいる。そんな状況で夕食だけ合成に出るわけがない。もちろん食事は簡素なものだ。生命維持活動に最低限の栄養しか取れず、毎夜のように空腹に襲われるのはまさに生き地獄だろうぜ。私なら耐えられる気がしないわ。続いては寒さの問題だ。冒頭に説明した通り、北朝鮮は亜寒帯に属している。霊夢は亜寒帯の意味がわかるか？なんかあれよね。寒い。ざっくりしすぎだぜ。亜寒帯とは、温帯と寒帯の中間域を指す言葉で、別名冷帯とも呼ばれるぜ。そしてその名の通り、夏以外の時期はかなり冷え込む。10月には10度を割り込むことが多くなり、11月には平均気温が5度、12月には0度を下回る。それは相当寒いわね。北海道と同じくらいかしら？いや、地形の関係から冬の時期は北海道より冷え込むぜ。2月までの3ヶ月間、平均気温はマイナスだしな。冷え？氷まんじゅうになっちゃう。妙にうまそうなネーミングだな。加えて、北朝鮮は電力不足が深刻でな。電気ヒーターなどは特に電力を消費するから、冬の時期は停電が頻発するんだ。布団だけじゃ間に合わない寒さだものね。あ、でも北朝鮮には主要産業の石炭があるわ。それを燃やして温まれば。霊夢、お前は練炭を知っているか？え？何急に？練炭くらい知ってるけど。練炭というのは、石炭を混ぜ合わせて作る燃料なんだが、霊夢が練炭と聞いて一番に思いつく言葉は何だ？え？練炭自殺？そう、石炭系の燃料というのは不完全燃焼になる場合が多くてな。それに伴い一酸化炭素が大量に発生する。一酸化炭素は無臭の気体で、人間が吸い込むと、血液中に溶け込み、赤血球のヘモグロビンと結合する。その影響により、酸素が体全体に運ばれなくなる。これが一酸化炭素中毒だな。なるほど。それで死に至るわけね。ああ、そして一酸化炭素中毒は自覚症状が薄い。眠るように息を引き取ることから、自殺の手段にも使われるんだ。なるほど。ってことはまさか、ああ、狭い締め切った室内で石炭を焚く。一酸化炭素が大量に発生する。しかし住民が気づかずに眠る。
そしてそのまま亡くなる、という事故が北朝鮮では多発しているんだ。でもそれを使わなければ凍えてしまう。背に腹は変えられないわけね。ああ、そうだな。加えて、石炭の煙を大量に吸い込むと、呼吸器疾患を患う可能性もあるんだ。辛い一日の終わりが、人生の終わりになる可能性があるだなんて。寒さの中、ようやく眠りについた人々。しかし嫌顔でも朝日は昇る。また彼らにとって望まぬ一日が始まるんだ。こんな生活が海を挟んだ隣の国で、現在も行われているなんて信じられないわ。北朝鮮は未だに国民生活に関しては不明な面が多い。今回紹介した動画の内容が一部事実とは異なる、ジャーナリストのバイアスがかかった情報である可能性も、一応考えておいてほしいぜ。あまりに情報が少ないから、類推で補われた部分があるということね。ああ、そうだぜ。まあ、それにしても北朝鮮の人々が、辛い生活を送っている可能性は限りなく高いがな。でも、私たちはこの情報から何を考えればいいのかしら。まあそこは個人の思想や心情に関わる部分だから、自由に考えてほしいんだが、一つ気になるのは、よく議論されている北朝鮮に対する経済制裁の問題だな。確かに北朝鮮が何かやらかした時に、輸入や輸出の停止は経済制裁としてよく議論されるわね。ああ、ただ今回、北朝鮮国民の生活を紹介する上で、核となっていた食料不足の問題だが、原因は、この度重なる経済制裁という側面もあるんだ。そうなの？ああ、北朝鮮は地形的に大規模な農業がしづらいし、そもそも気候的にも寒く、土地は決して肥沃ではない。輸入で全国民に十分な栄養を行き渡らせることは難しいんだ。北海道以上の寒さだものね。ああ、だから、北朝鮮への経済制裁の良い悪いは一度置いておくとして、経済制裁で最初に割を食うのは、他ならない北朝鮮国民だということは、覚えていてもいいかもしれないな。戦争中の日本においても、胃の一番に辛い思いをしたのは国民だったものね。ああ、そうだな。これ以上話すと、政治思想の話などになってくるから、ここまででとどめておくが、世界情勢を考えるときは、国同士の関係性などのマクロ的な視点だけではなく、国民一人一人の生活という、ミクロ的な視点を持ってみてもいいかもしれないな。確かにそうね。北朝鮮って国の名前やリーダーは知っていても、内情は全然知らなかったから、とても勉強になったわ。そうか、それならよかったぜ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。